海老名市国部南にある二重計六間の開始地点。左側はそのまま切り通しを直進し、右側は迂回しながら、やや高度を上げて、剣道406号、407号と接続する。手前が、綾瀬川剣道406号との立体交差。手前が、厚木川二重計六間の終点。手前が、急道の綾瀬川、右折方向が、 厚木川相模大橋神奈川県道40号、横浜厚木線は横浜市旭区鶴ヶ峰を起点とし、終点の厚木市、厚木までを結ぶ県道である。元は横浜市内が神奈川県道白根瀬谷線の名称で、山和市と海老名市の境界から厚木市にかけては国道246号の一部であった。横浜市内が現在の名称に変更され、 厚木街道の通称で呼ばれるようになった。その後、国道246号の振動である山と厚木、バイパスが開通に伴い、それまでの旧道が県に移管されたことから、横浜市から厚木市までの現在の経路が設定され、名称も統一された。沿道に厚木基地があるため、米軍車両が頻繁に通っている。起点の鶴ヶ峰から、 海老名駅前交差点までは、相鉄本線とほぼ並行しており、三坂井駅付近では、カーブや開示がある。相模鉄道二股川駅付近以外片側1、車線であり、同鉄道海老名駅付近は混雑する。ありがとうございます。